ホールガーメント技術は機械の中で一着丸ごと一気に編み上げる技術になりますので、美しいシルエットを表現することができます。ニットは前身ごろ後ろ身ごろ袖や襟などのパーツを縫い合わせて作る製法でしたが、そうやってこう線で人の体を区切るのではなく、ホールガーメントの場合は機械の中で一着丸ごと一気に編み上げるため、縫い目がなく美しいシルエットの製品ができます。ボディをホールガーメントの機械で編んで、で襟だけつけてたりとかっていうものも市場にはあるんですけれど、ユニクロとしてはもう付属をつけないで機械の中で一着丸ごと編み上げるものを 3D ニットとしていますので、本当につけるのは最後ボタンとタグだけになります。そんなルールを課しているのでそれも苦しいですけど、中で一気に編み上げるというとすごくこう簡単で全自動のような印象を持たれるかもしれないんですが、機械で編み上げるためのデータを細かいところまで人の手で作っていますので、そこがすごく苦労するところです。たとえその付属がなくて補強していなくても、セーターとしてのその完成度を上げるためにもう何度も作り直しをして、シルエットの美しさだけではないその品質面っていうところも気をつけてます。お客様の声としてはやはり着心地の良さで評価をいただいていて、あとやっぱりこう一着着るだけでこう様になるというか、体型に悩みがある方であったりコンプレックスがある方でもセーターがこう自然に馴染んで美しく引き立ててくれる、スタイルが作りやすいといった声もよくいただいています。島世紀様のホールガーメントの技術はやはり新しい未来のニットを作っていく技術だと思っていますが、ユニクロとしてもその技術を使ってより多くの方に新しいセーターを楽しんでいただきたいと思っています。これまでのニットでこうメリノのセーターがあってカシミヤのセーターがあって、すごくこうベーシックで長く人に愛される製品ができたように、この 3D ニットの中からもそうやって長く愛されるずっと定番でベーシックになるようなそういったセーターを作りたいと思ってます。